はい、皆さんこんにちは、ピカです。ペルソナ5スクランブルザファントムストライカーズやっていくよ。よし、そしたら飛行船で王城に向かえ。 VIP パスを手に入れろ。わかった、またビックリマークのところに向かっていきましょう。とりあえず赤色バーは、マップ上のね赤色バーは入れない。戻る必要あるのかな。戻っても意味がない。わかった、ならばここまっすぐか。シャドウがいる、要注意だ。おお、いける。何あれ、あれは。なんか滑るの。あー、こりゃ分からん。もうちょっと慎重に動かないと。宝箱発見だ。きっといいものが入ってるぞ。ダメだ、この宝箱開かない。くそ、それでかい。時に来よう。こぎすません。 42% 攻撃力上がんのかな。まあでも経験値もいっぱい当たんのか。うおい、嘘やろ。警戒度高し、迂闊な行動はダメだからな。分かってる。警戒度高いのか。そういうことか。警戒度低い、低くするアイテムなんか買ってねえよな。こんなもんいらねえよって言ってたもんな。参ったな。まあいつか、まあいつかまた来ることあろう。よし、いいわ、行こう。のショータイムゲージちょっと捨てとこう。任せろ、任せるぞ。我輩の出番だな。ファーストクラスと聞いて期待したが、殺風景でパッションかたぎら。ちょっとフォックス、今は敵に集中して。 あいつこっち向かってるか。オッケー、捉えた。猫ちゃん、チャンスだ。敵さんも限界みたいだな。遠慮なく食らせてもらおうか。任せろ。ウルフのスキルが炸裂だ。叩けよ。オッケー。いいわ。火炎見切り。だろう。これってさ、重ねて使えるのかな。火炎見切りは、ごく火炎見切り持ってたら意味ないのかな。そこら辺ちょっと分かんないんだよね。まさか2つ持ってったらいいっちゅうことないと思うんだがね。そしたら全然見切りばっかになっちゃうもんね。あ、書いてあるな。ごく見切りとの効果累積なし。ということはまあ持ってても意味ないってことですね。
あ、これいらん。うん、これでいい。みんな、いい働きぶりだったぞ。どんどん行くぞ。てか後ろ向いてんのかな、あれ。前どう見ても前向いてるような気がする。キュービーは何をしていた。なんだこれ、ビップパスじゃねえのか。今の敵はビップじゃなかったのかも。でもラウンジパスだって。ラウンジの扉ならこれで開くんじゃない。ファーストクラスのラウンジは他にもある。そっち行ってみよう。で、こっちか。やってやる。任せろ。頼んだぜ。任せろ。何？結構警戒されてるっぽいぞ。行くぞ。せい、はっ、せや。ヘルスだ。ひくりつけた。せい、はっ、せい、はっ。歩け。はっ、よし。うん、近くにチェックポイントがあったろう。寄っていくか。あれ、逃げる。ここじゃないよ、ここなの。資格がないためお通しできません、はい、願いの預け入れを行うか、はい、ビップパスをご提示ください。はい、あら、地下。シャドウ発見だ。あれは。いつでもやれるぞ。周りに気をつけろ。これだ、聞いてきろ。我が輩の出番だな。追いつけた。どう片付けようぜ。ほら。けい。手応えねえな。ちょっと待て。よし、行くか。ん？何か落ちている。今なら行ける。仕掛けどうして？我が輩としたことが。猫魂。焦んなよ。で、手受けた。観念するんだな。狙った的は外さねえ。
それならやるよ。ダメージ受けて。伊達におっさんではないようだ。ジョーカー見せつけやがる。まだ数が多い。飛ばしすぎるなよ。モナの気力がやばい。注意して戦って。いただいていく。ナイスジョーカー。助けていこう。さすがはリーダー。ちょっと待って、ちょっと待って。残る敵はわずか。これだ。それビンビンだぜ。これだ。ビックンビックン言ってるから。ありがたい。はい、ジャスティンの尻尾を狙ってけ。撃ち抜く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 。ブルースが完全に動きが鈍くなってる。うちは任せな。敵が力を届けるみたい。能力変化に気をつけて。ジョーカー強敵を撃破。さすが。俺たちの勝利。宝箱。よし、先を急ごう。こんなか。大丈夫、そこなら気を抜ける。かも。宝箱発見。開けてみよう。気力を使いすぎたな。我が輩ガス欠寸前だ。研ぎ澄ませ。どこだ。これいいのかな。違うぞ、あっから来たもんな。ここ行けばいいんだから。あれこっち行って。研ぎ澄ませ。ここか。こっちも行けるんだね。どっちでもいいのか。行けん。こっち行け。こんなものか。ターゲットロックオン。正体を見せろ。よし、やってしまおう。今だ。はっ、うまい。呪音属性が弱点だ。手堅く行け。どうする敵もいるな。灼熱なら大ダメージ狙えるぞ。倒れろ、今だ。エルストだ。一歩する。倒れろ。敵が減ってきたな。いただいて一気に追い込むぞ。倒れて。ガッ。もう一丁か。落としただけど現役効かないから注意な。邪魔者は消えたな。それじゃ行きましょうか。俺は普通に行くから。なんだ貴様ら。ここはビップ以外使用禁止だぞ。つうことはこいつビップか。パス持ってんじゃねえの。よし、力ずくでゲットだ。おいおい、怪盗ってより強盗だな。エルストラ。これはあー、ユウスケ活躍できんの。
ルキリーセット狙え弱点にヒット。さすがジョーカー。はい、何トランポリンみたいになってんの。終わりだ。強敵だが祝福属性が弱点だ。狙っていけ。敵はフォックスが洗脳されてる。違う、あっちは敵だって。フォックスが洗脳されてる。やべ、モーナーもやめてやめて。くそこれだな。まあ、洗脳のやつは持ってるけど、洗脳か。まあね、一周目は何が起こるかわからんからね。まあ攻略見ればいいだけなんですけどね。そしたら常に対処できるから。まあまあなるべくね、そういうのはしたくないんだな。ありがたいだな。これだな。もちろんストーリーで感動は味わいたいタイプだから。これで。忘却、あーどうせなら洗脳状態のやつあったよな。洗脳状態を あーこれか。ステータス低下状態も回復。まあまあまあこれ、回復は今いらねえんだよな。洗脳だけ消してほしい。あ、これか。ヒランヤ。まあまあこれ全体的に効きそうだから、洗脳専門のあっただろうな。これだ、21個持ってるじゃないか。 OK、 これをモナどうしてよ。それお前使わせろや。お前ちょ巻き舌だろそれ。お前洗脳なってるやんかよ。お前こうなんだこれ。怒られるっちゅうことかよ。なんか怒られるわ。そのまま治ってるからか。こいつすげー、物理も効かないし反則だろ。さすがジョーカー、神一重だ。せっかくないカルゲ。はい、このまま行こうぜ。モナの追い打ちが決まった。元気を見させておけ。任せろ。いいぞ、スキルヒット。さすがだ、おっさん。決意の姿だ。ユウスケちょっとやべえ。打ち破れバルジャン。任せたぜ、引き受けた。ペルソナ。こうらんかな。俺も感謝する。こうちゃん楽勝だって。敵の攻撃が来る。みんな備えて。ありがたい、助かった。やつは俺がやる。みんな気力が減ってるな。無理は禁物だぞ。くらえ。いいサポートだ。やべ、ジョーカー潜入、潜入って何やの。潜入みたいじゃねえかお前。潜入、洗脳されてるんだよ。あ、使っとくか。どら、すまん。で下から行った方がええか。これね
ね。使っとくか。オッケー。お前ならやれる。任せろ。こいつ強いぞ。格熱で弱点をつくんだ。撃ち抜く。あとは俺だ。ジョーカーかっこいい。さすがだジョーカー。撃ち抜く。やつは俺がやる。いけるぞ。ショータイムだ。ショータイム。セット。くらえ。撃ってくださいまし。さすがジョーカー。お見事だ。倒れろ。移動する。ヘルスだ。いただいていく。ジョーカー、うまい。あとは俺だ。ジョーカーの追撃がヒット。なるけ。ジョーカー強敵を撃破。さすが。よし。ビップパス。ビップパスが手に入ったな。これで飛行船に乗れるんだよね。搭乗ゲートに戻ろう。ずいぶん気力が減ってるな。そろそろ帰還するか。よし、シャドウの気配はないな。これでさっき入れなかったとこ行けばいいんだね。まあ入ったらいきなり戦闘っぽいな。これちょっと待ってね。まあジョーカーすぐ戻るか。交代だ。おう、任せとけ。オッケー。ガッツン。よっしゃ。まあまあまあ、大丈夫でしょう。ねえ、いつもこんな舐めてて、あのボコボコにされるからね。ビップパスを確認しました。ご搭乗ください。よし、開いたな。飛行船で王城まで乗り込むぞ。こいつは飛行船の管制塔ってとこか。安全に飛びたいならここを押さえとくのがいいかもな。ええ、他の飛行船を止めたりできれば敵の増援が減るかもしれないわ。よっし、そういうことならジャックしちまおうぜ。もういけるのか。回収っと。これはマディッサの車掌か。金星の取れたデザインだな。これで牢獄島は全て押さえたわ。さあ飛行船に乗り込みましょう。わかった。今オートオフなってたね。オートオフっていうかオートオフにしろってなってたね。だからピピピュッと進んでたのか。
まあ、今度なんだセリフとか出たら直さないとな。警告します、塔から盗んだものを返しなさい。ふん、怪盗が一度奪ったものを返すと思うか。薄汚い盗っ人よ、私が滅びの運命を与えましょう。来るぞ。何これ、こんなあったようななかったような。気力少なくなってる、気をつけて。でもくそ、外れてるね。ジョーカーしかウィークポイント、ウィークできねーな。うん、でな、しらえ。なんだこれ。今の何、中央に吸い込まれてったぞ。これだな。それ。みんな備えて。エストラ。うまい。いける。勝てるぞ。来い。眠ってる敵がいる。追い打ちチャンスだ。やるな。来い。今チャンス。それでこそ。ジョーカーの追撃がヒット。ヘルソナ、いただいていく。行くぞ。はい。もらった。任せた。オッケー。ゲットレディ。カルメン。ゲットレディ。ラピュタさんね。カルメン。オッケー。ヘルソナ。なんとかなるもんだな。あれは飛んで出しそうだ。よし、敵の攻撃力が下がった。ペルソナ体力やばい、注意しろよ。まとめて吹っ飛ぶ。ウルフ、ナイス頭脳プレイ。これがプロの技ってもんだ。あいつはまた来て。じゃあ行くぜ。電撃が効かない相手だ。クライエン、俺も続けて。注意しろ。もういっちゃサポートは待つ。すまん、手間かけた。やめろ。任せた。了解だ。任せたぜ。ああ、くらるけ、くらるけ。後ろ、強敵だ。弱点の呪音属性で攻めろ。かっこいい。パン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 、
これで邪魔者は片付いた。ボロボロだぜ。手こずらせやがって。そういう悪役っぽいセリフすげえ似合うわ。顔もそうだが、マウリさんとは思えないよな。やがましいわ。お前らいつかしょっぴくからな。どうすかな。頼む。引き受けた。お前ならやれる。分かった。俺の出番だ。マジで？でか。目の前まで来ると思ったより大きいね、貴様。よし。よし。さっさと乗り込んで王城までひそっとびだ。空からの眺めはまさに壮観だった。我が輩、チェックポイントか。いける。広いね。シャドウの反応はないな。さあ、ステージの前に集まってみんなでヒーローアキラを応援しましょう。ヒーローショー？この絵のか？面白そうだ。見ていこう。うん、今度にしよう。ああ、見ろよ。ガードたちが警備を固めてる。見つかったが最後一斉に来られてアウトってか。ここは引いた方がいいかもしれねえな。めんどくせえな。札幌でもこういう感じのあったよね。お掃除非法大行進か。あれは現実でお掃除してたよな。今回も同じかも。それってこの絵が現実で何かしてるってことだとすりゃ、それが終わればこのバカ騒ぎもなくなるのか。情報収集が必要ね。現実に戻って確かめてみない？よし、そうと決まれば一時退却だ。この絵が何してるか確かめようぜ。じゃあ帰還だな。さん、マディッシュが開発された絵馬は世界中で大人気ですね。日本のものづくり産業が行き詰まる中、 AI 分野での成功は明るいニュースです。日本の新しいリーダーとして近衛社長に期待を寄せる人も多いとか。そこまで大層な人間ではありません。ですが力を尽くしていくつもりです。これから世界は大きな変革期に入るでしょう。私はその変革をリードしたいと思っています。ありがとうございます。大変な人気ですね。聞けばエマのサーバーは東京電波タワーに置かれているとか。かつて東京電波タワーは新しい時代の発信源でしたが、エマもまた AI 時代の発信源となっていくといいですね。
ええ、私もそう思っています。 AI はまだまだ発展途上の技術ですが、人々の暮らしを必ず豊かにしてくれるでしょう。それだけに先日のエマのサービス休止には多くの方面から残念がある声が上がっています。なぜ回答団はマディス社のエマをターゲットにしたと思われますか？エマには膨大な個人情報があります。それを狙ったのでしょう。あるいは AI によって世の中を良くしようという我々の理念に反発したのかもしれません。今までは義賊とも呼ばれていたようですが、大方カムフラージュだったのでしょう。気に入らない人間を脅迫し、思いのままに操る、そのような非道を平気で行う悪党です。薄汚い犯罪者などに私たちは負けません。断固として戦っていく所存です。近衛社長は先日の会見でも悪への怒りをあらわにされていましたが、それは近衛社長ご自身のご経験などが関係しているのでしょうか？そうですね、私は幼い頃身内をある事件によって亡くしました。その体験が私の中に悪を憎む心を生んだのかもしれませんね。とにかく怪盗団のような連中をこのままのさばらせるわけにはいきません。全くもってその通りです。怪盗団事件の一刻も早い解決が望まれますね。あのヒーローショーの元凶はこれか。チェ、好き勝手言いやがって。けどこの絵の人気すごいぞ。 SNS のホットワード総なめだ。それ全部改心された人たち？いや、夏目みたいに偏った人気じゃない。こりゃ普通のファンも多そうだな。みんな正体を知らないままこの絵のカリスマ性に惹かれてるということかしら。確かにマディス社の業績はすごいけど、あんなやつのどこにそんな魅力あんだよ。裏を知らなければ毅然と悪に立ち向かう立派な社長さんに見えるのかな。指導の時を思い出すな。まあ人間ってのは結局のところ楽で安心な方に転がっちまうからな。そうなのか？選択だらけの人生の中で聞こえてくるのは先々の不安ばかり。未来が見えない以上、自分に最善の答えを教えてくれる何かが欲しくなる。結局はこの人についていけば楽そうだって相手にすがっちまうのさ。それが以前は指導、今はこの絵になってるってことか。エマって身近なものを使ってるだけに、政治家よりもタッチが悪いのかもしれねえな。でもそんな人任せな生き方でいいのかしら。誰もが自分を信じて生きていけるほど強くはないってことだ。まあ俺が言えた話じゃねえが、そういう奴らの目を覚まさせるためにも悪党の正体を暴かねえとな。ええ、改心を悪用するような人をこのまま野放しにはできないわ。あの馬鹿げたジェイルごと絶対にぶっ倒してやダメ。お腹と背中がこんにちはした。おいおい、緊張感どこ行った？こんにちはだと？
確かにお腹空いたね。ずっとジェイルの中を走り回ってたから。晩ご飯タイム。何食べる？やっぱ大阪といえばたこ焼きか。いいわね。街を歩いてる時にいろんな味を見かけて気になってたの。ゆず塩ポン酢味で、明太マヨ餅チーズ味で変わった味。明太マヨなら聞くけどな。いろんな感じですね。ゆず塩ポン酢味で。ほう、さすが天下の台所だな。たこ焼きにそんなフレーバーがあるとは。やっぱ大阪って言ったらこれだよな。でも驚いちゃった。店によって全然味が違うんだね。いろんなお店で買ってみて正解だったわね。これが本場の味というものか。何より安い。モナは食べないのか。猫舌か。熱々は危険だからな。後でもらうぜ。ソフィアもごめんね。私たちだけで楽しんじゃって。私は AI だからな。後でデータだけもらうぜ。そうしょげるなソフィア。後でジェイルに持ってってやる。本当か。たらふく食え。ありがとう。こうやって行った先のもん食うのやっぱいいよな。おっさんも来りゃよかったのによ。帰れる距離だから帰るって。あかねちゃんが帰りを待ってるから。事件に早く片をつけて一緒にいられる時間が増えるといいわね。そしたらおっさんも年貢の納め時だな。デレデレのおっさんになるぞ。それにしてもわからないことがある。この絵は何のためにジェイルなんてもんを作ったんだ。大和田ってやつに言われたからじゃねえの。でもそれだけとは思えないわ。ジェイルの中で全ての人を救うってアナウンスが流れてたでしょ。ああ、あいつのジェイルを見てればわかる。やつは自分の行いに絶対の自信を持っている。自分こそが正義だとな。ヒーローを自称する男だ。私欲のためではないということか。少なくとも何か奴なりの理由があるんだろうが。ジェイルで待つキングに会えばその謎も解けるわ。今は目の前のことに集中しましょう。そうだな。今日はしっかり食って休むとするか。じゃ、残りはいただきます。おい、一人で食いすぎだろ。ここから先は早い者勝ちってことで、みんな急がないとなくなっちゃうよ。奥村春、受けて立ちます。右手だ。ちょっと私も。調子はどうだ。しっかり休んで体調は万全だな。さて、いよいよ王城突入だ。準備ができたらアジトに集合しようぜ。もうジェイル行くか。暇あったらついでにこっち来てくれね。いい物仕入れてさ、すげえテンション上がるやつ。リクエストがあるぞ。なんだ。依頼はこんな感じだ。
ニューリクエストはどれか。一個あったぞ。過ぎたらもうニューって ならねえのか。この依頼を受けるのか。この依頼を受けるのか。ああま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 あ。これをやるのか。ちょちょちょ。依頼はこんな感じだ。これか。あーっと大阪人。これをやるのか。はあなるほどね。冥府の首は。はいはい、また作れるようになるんだな。了解だ。まあ今からではちょっ とあの倒せねえなこれはな。まあこれは次回ちょっと早速ね、うん、挑戦してみっかな。まあこれ受けとけ。これをやるのか。お仕事だな。依頼はこんな感じだ。で他おニューはこれか。ソフィー編ね。はい、まあ、これはこれをやるのか。目的地の場所に、見つからずにたどり着けば、まあ、バンドスキルレベル上限解放とかなっていくみたいですね。HP のセンサー、スカル、これをやるのか。まあこれは個人的にやっとくかどうか、ちょっとまあそのままエンディングまで突っ切るか悩むところです。まあでもまだねバンドスキルいっぱい解放したいところいっぱいあるんだよな。あーこれか。あこれか。宝箱ソフィー編、今言ってたやつだね。うん、見つからずに目的地の場所まで到達すれば、うん、この条件が満たせると。ペルソナの能力上げたい。これかショータイムの威力か。これしとくか、ね、まあでもバンドスキルあこれもマックスなんだ。オッケー了解だ。よしそしたらなんだ、もう潜入でいいのか。もう潜入なんだ。わかった。今から潜入してもな、ちょっとな。はい、それではね今回はここまでにしときます。ではまた次回潜入していきましょう。またね。